何か毎日がモヤモヤして楽しくないなとか、いや、もっと現実的な問題につまずいていたりだとか、面倒なことを抱えている、現状から出したい、何かを変えたい、でもどうしたらいいかわからない、とにかく迷っている、大事なことが決められない、もっと強い自分になりたい、などと感じることありますよね。ですが、どうやら私たちが生きる上でこうするべきなんてことは何一つないのです。本当はみんな自由なのです。自由だし完璧な存在なのです。でもそれを忘れてしまっているから、いろいろな問題が出てきます。いや、問題があるように感じてしまうのです。そしてもし現状の問題を打破したいと思うなら、あなた自身が変わることが一番の早道です。これから何かいいことをお伝えします。あ、これいいかもと直感がひらめいたら、実際にそれをやってみてください。無邪気にやってみることが大切です。やってみないとわかりません。何かいいことを一つ二つと続けていくうちに、面白いと感じることが増えてきた、まあいいやと言えるようになってきた、柔らかい気持ちの日が増えてきた、外側の条件に関わらず楽しい状態が続くようになった、そんな風になってくださったなら、こんなに嬉しいことはありません。そしてあなたの喜びはどんなに小さなものでも、あなたの体から宇宙へと確かに放射して美しい粒々となり、あなた以外の人々やこの地に降り注ぎ、私たち全体を元気づけていくんです。そのようにしてこの地が本当の意味で住みよいところになっていくんです。まずは私から始めよう。堂々と、そして愛らしく。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は何かいいこと、自分をほどく知恵の言葉という本をご紹介します。著者は服部美玲さん。文筆家、編集者、詩人である彼女は2008年に自分を大切にすることは自然や人を大切にすることにつながるをモットーとしたまあまあマガジンという雑誌を創刊します。そのまあまあマガジンでも人気連載だった内容を一冊にまとめたのが本書になります。私が強くなる小さなヒント、私が変わる小さなヒント、体が変わる小さなヒント、今日という日を特別な日にする小さなヒント、あの人との関係が良くなる小さなヒントなどなど、一人の時にそーっと開きたい静かで温かな内容になっています。一つ一つのエッセンスは文章としては短く簡潔にまとめられているのですが、心に残る余韻があり、うん、そう、それそれと頷いてしまうようなヒントが100にも紹介されているんです。しかもそれぞれのヒントは普段の生活の中ですぐに実行できること、今まで当たり前だと分かっていたけど実行できていなかったことなど、自分を見直すのにぴったりなものばかりです。何かに悩んでいるという方は当然、そこまで具体的でなくてもなんとなくモヤモヤするという方などにぴったりの内容だと思います。本動画ではギュッと簡潔にまとめられた各ヒントをパラパラと眺めていく感覚をお伝えできればと思っています。102のヒントのうちのいくつかをご紹介するのですが、僕はこれは今日からやりたいという項目が一つあるんです。動画の最後にお伝えしますので、皆さんもどれか自分に合うものを選んでみてくださいね。それではぜひ最後までご覧くださいませ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。私が強くなる小さなヒント、変わることを恐れない。この世の中で変わらないものはありません。あなたがこだわっているものは何、こうするべきなんてことは何一つないのです。もっと楽しんでいいし、もっと幸せになっていい。手放さないことで何を守っているのか、まず注意を向けてみましょう。幸せになることを許可する。あなたの幸せはどれくらいの大きさですか？今目の前にある机ぐらい？でも本当はあなたのいる家ぐらい、いや町内ぐらい、いや町全体ぐらい大きくていいのです。
幸せがどんどん拡大していいのだと許可するのはあなた自身です。やりたいことをやろう。目をつぶって本当にやりたいことをいくつも想像してみます。次にそれが達成したシーンを想像してみます。どんな気持ちがしますか？その中で最もワクワクするものから着手します。第一歩は誰でも怖いもの。でも今すぐにできるところから少しずつ始めてみましょう。いい言葉に言い換える。このお店でいいやから、このお店がいいね。お蕎麦でも食べるかから、お蕎麦を食べたい。〇〇をやらなきゃから、今日は〇〇をやるのに一番いい日。言葉はテニスの壁打ちをするように自分に戻ってきます。楽しい言葉は高いエネルギーで私たちを包んでくれます。卒業式をしよう。大人にも卒業式が必要です。固執していた思い込みや習慣、古くなった人間関係、それらを手放す卒業式をしてみましょう。小さな儀式やお祝いをしてもいいですね。完全に卒業できるかどうかは考えないで、卒業すると自分に宣言することが大切です。どんな儀式でも構いません。手放すものに対してお花を飾ったり、お香を焚いてもいいですね。手放すことを手紙として書いて読み上げるのも手。今までありがとう、さようならと声をかけます。誰も見ちゃいません。思いっきり仰々しく行います。儀式の最後に手紙などは焼いてしまいましょう。関係するものを処分して、驚くほど気持ちがさっぱりするはずです。休日の前日こそ早寝しよう。休日の前の夜、あえて早くベッドに入ってみます。そして次の日、いつもと違う朝の時間を過ごしてみます。朝日を浴びてみたり、公園にポットを持って行ってお茶をしたり、朝の新鮮な空気に身を包めば、お腹の底からパワーが湧いてくるはず。役割を演じない。母親、妻、職業、肩書きに縛られて役割を過剰に演じてしまっていませんか？丸々ぶっていないか、自分で点検してみます。役割を演じていると自分も周りも疲れます。そんなことをしなくても大丈夫。試しに30分だけでもやってみて。安心して素直な自分自身でいるようにしましょう。あるものを数える。ないものではなく、あるものを数える癖をつけます。雨が降ったら残念ではなく、良いおしめりというふうに。減点ではなく、加点方式に切り替えて。短所ではなく長所を。できないではなく、できるを大切にします。世界が変わってくるはずです。会社を辞めたくなったら、まず、辞表を出す日を決めましょう。3ヶ月後とか、半年後とか。決めた次の日から毎日、職場のみんなに元気に挨拶するように心がけます。特に苦手な人にこそ、自分から話しかけます。もう辞めると決めたのですから、とにかく構わず元気よく。辞表を出す日まで、まず続けてみましょう。堂々としよう。たとえ自信がなくても、元気がなかったとしても、堂々としていましょう。いいことも悪いことも、本当はないのです。堂々と暮らし、堂々と生きるのです。嘘だって、100回言えば本当になる。堂々とも繰り返せば、現実になっていくんです。言い訳をやめる。自然の法則は、言い訳が嫌いです。言い訳をしない習慣を、少しずつつけてみて。また、何々したい、何々が欲しいというのも、現在ないという状況を天にアピールするようなもの。私は何々します。何々することを知っていますというようにしましょう。しないことを決めよう。これだけはしないということを決めると、
自分が本当にやるといいことがくっきり、はっきりしてきます。自分のルールを作るのです。コツは誰にも言わないこと。秘密のルールを持つのです。自分自身の輪郭がくっきりしてくるはずです。思っていることを言おう。思ってもいないことをつい言ってしまう癖はありませんか？いい人はそろそろ卒業して。誰かの期待に応えようとする自分ではなく、心の正直な声を聞ける自分になりましょう。その第一歩として、思っていることと話すことを一致させるよう心がけます。いい人をずっと演じている人は、誰かの思いを優先させたり、傷つくのが怖くて本当の思いを隠してしまいがち。そして、つい思ってもいないことを言ったり、言いすぎたり、言わなすぎたりしています。気取ったり、その場を取り繕うのはもうやめませんか？楽しくもないのに笑いながら話す癖ももうやめましょう。私が変わる小さなヒント。携帯電話にも休日を。携帯に電話もメールも入らないと寂しいですか？誰かから電話がかかってくるかもしれないとしょっちゅうチェックしていませんか？何も予定の入っていない日は携帯電話を置いて出かけましょう。連絡が取れなかったのにも意味がある。大きな流れに身を委ねていきましょう。髪型を変えよう。いつから今の髪型ですか？その理由は何でしょうか？そろそろ新しい髪型にしてみませんか？何でも長い髪の毛には長年の人の思いや様々な記憶が染みついてしまうとか、たまにはさっぱりとカットして新しい自分になる、とてもいいチャンスになるはず。本をもう一度読み直す。昔に影響を受けた本、大事にしている本、特にしばらく読んでいない本をもう一度読んでみませんか？時が経ってから読むと、あらびっくり、新鮮な発見がたくさんです。違った角度から物事を見られるようになった自分自身も発見できるはず。胸がドキンとすることを。たまには胸がドキンとすることをしてみませんか？ずっと連絡を取っていなかった同級生に電話してみたり、誰かに甘く優しくしても、ちょっぴり羽目を外すのもいいですね。たまには仕事をサボったり、ドキンが意外な元気をもたらすはず。もっと甘やかす。まず自分をです。疲れたら休みましょう。真面目な人はもっとサボろう。本当にこんなにも頑張らなくてはいけないのか振り返ってみます。もっと自分によしよしとしてあげます。その次に周りの人を甘やかしてみます。想像以上に楽しいはずです。今日という日を特別な日にする小さなヒント。一駅分だけ歩いてみよう。いつもの駅より一駅前で降りて歩いてみます。新しいお店を見つけたり、野に咲く花に感動したり、嬉しい発見が必ずあるはず。少し慣れたら距離を伸ばして、30分歩けたら5分だけゆっくり走ってみても、瞑想した後のように頭がすっきりします。仕事帰りにもおすすめです。朝日や夕日を浴びに行く。最近何かクサクサしてきたなと思ったら、さあ、朝日か夕日を浴びに行きましょう。近所でなるべく広い場所を見つけて、日の出、日の入りの時間を調べて出かけます。お気に入りのお茶の入ったポットもどうぞ忘れずに。太陽の光があなたに初心を思い起こさせてくれるはず。自分の木を見つけよう。毎日歩く道や近くの公園で自分の木を見つけます。ある特定の木と友達になるのです。心の中で話しかけたり、季節ごとの変化を胸に刻んで、落ち込むことがあった日は触ったり、抱きついてみるときっと元気をくれるはず。思わぬいいメッセージをもらえることも。さて、皆さんはこれはやってみようと思ったヒントは選べましたか？僕が絶対にやってみたいと
と思ったのは、最後に紹介した自分の木を見つけようです。この発想はありませんでした。でも考えてみれば、これは自分の木だって勝手に決めつけるのはただですもんね。通勤や買い物、遊びといった毎日の外出時に、今日の自分の木の調子はどうかな？なんて考えられたら素敵だなって思います。昨日よりも少し葉が落ちたかな？とか、こんなに蜘蛛の巣に好かれちゃって、とか、普段だったら風景の中に沈んでしまっている普通の木が特別なアイテムになるんですものね。これは絶対にやります。こんな風に、どのヒントもいつもの暮らしの中でできることばかりですし、小さいけれど確実に生活が変わるものばかり。中には、そんなのわかってますよ、と思うものがあるかもしれませんが、そういうものに限って実際には実行できていなかったりしますので、本書をパラパラと眺めて生活を見直したりしてもいいなって思います。僕的にはカード占いのようなイメージで、好きなページをパッと開いて、そこにある内容を心がけて次の日過ごしてみるといった使い方もグッドだと思いました。あとはこちらの本は Kindle Unlimited というAmazon の読み放題サービスに登録されているので、会員の方であれば無料でお手元に置いておけるというのもとってもおすすめのポイントです。気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。